天才的な数学の才能を持つ青年は友人の死によって人生に絶望していた。そんな中、病に侵され自暴自棄になっている女性と出会う。童話雪の女王をモチーフに互いの傷を癒していく二人の悲しくも美しいラブストーリー。ヒョンビン主演雪の女王、1月9日スタート。